kisses me to the beach. はい、奪いました。さあ、アンデルソン・ロペス。アンデルソン・ロペスを打てず、水沼だ。胸トラップ、水沼来た。水沼が打った。体を入れた三浦、セカンドエウベル、柔らかいボール、ゴール前、シュート、水沼、あっという間に逆転をしました。ミオル、左に中川、スタートを切ってます。3対2、中川どうする、中川右に持ち替えて、水沼だ。さあ、水沼折り返し、アンデルソン・ロペス、フラッグ上がらず、 F マリノスに追加点。さて、これは水沼宏太、早速背後で受けました。中2枚クロスを入れた、アンデルソン・ロペス、いきなり結果を出しました。水沼宏太からアンデルソン・ロペス、ヘッド、西井村クロス、渡辺、こうやってうまくサイドにボールが入るようになってます。水沼、渡辺、長い距離を走りました。水沼、ダイレクトで入れる、ファーデ、エルベル、東口、こぼれ球、持ち通り返して、ここに入っていった小池、また中に見ないと言いません。いいボールグラウンダー、そして抜けていく、押し込んだ、最後水沼、いや、西村そこ通過、そしてファーから水沼行きました。先制横浜 F マリノスです。強いセンターバックのドリブルでしたね。西村に長戸から入って、さあ水沼へ、水沼からだ、押し込んだ、前半のアディショナルタイム F マリノスに追加。岩田から中、水沼へ、水沼から西村、また水沼、水沼、前田、セカンドハットトリック、あっという間、これは見事でした、はい、これで2対4。上げてヘディング先制。取った。エクセラパスです。さあ宮市、最初のプレー。中にカットインしてパスを出した。ここ浮いている。落として後ろからシュート。追加点が入りました。水沼宏太、このタイミングで入ります。松原、松原から決まった、水沼です。水沼のバックヘッド、流れは決して良くなかった中、なんと水沼、西村、レオセアラ右に開いていますが、西村からワイド、水沼宏太、クロスだ、レオセアラ、気持ちいいよ、押し込んでいった。オプションで近づいていく、トルコスチュニオール、ダイレクトパス、寄せやが、揺さぶりをかけに行きましたが、水沼は小さなパスです。